キリト、どうしたの？突然全員集合なんて珍しい。フィールドボス討伐ですか？それとも…ああ、実は突然で悪いんだけど。そんな、 SBC フリューゲルのこと、どういうことかしら。ぜひ聞きたいな。納得がいく事情があれば。キリト君、また違うよ。アズナさん、キリト君は自分から首を突っ込むんだよ。そうね、シャッ。俺ってそう見られて。パパの今までの行動を統計すると、ママやリーファさんたちが言っていることは、なるほど、参考になります。ユイやプレミアまで。まあ、アスナたちがある人物から連絡があったんだ。 GGO で不穏。ある人物？わけあって誰かは言えないんだけど、昔ある事件をきっかけに VR ゲームには詳しくないからってたまに調査を頼まれたりしていた。逆に？それって警察とか？そんなことないよ。俺はあくまでも善意で協力して。これから話すことは機密情報なんだ。本当はみんなが事実…それだけじゃ納得できないよな。だから依頼を引き受ける条件として、君たちに情報の一部を話す許可を得、家族や仲間にも言わないでほしい。約束してくれるか？分かったわ。いや、先日死亡事故が2件起きた。どちらも一人暮らしで、司法解剖の結果死因は二人とも VR ゲームをプレイ中に死んだ。ゲーム中の不幸な死と言う。ああ、不幸な事故と言えるだろう。つまり正解。ランキングに入っているプレイヤーだからゼクシード、それに薄塩タラコという名のプレイヤーだ。ゼクシードってこの前 M… 銃で撃たれた。そいつはデスガンと名乗る。ええ、デスガンと名乗ったわ。薄塩タラコもそのデスガンに撃たれた直後、急にログアウトして。そうか、君たちも目撃していたのか。アバター名はプライバシー機能で隠されていたよ。顔はマスクで全体を覆っていたので。身長はクライン君と同じくらい、細身のよく鍛えられ。それとあいつが使っ、これかな。これがデスガンの銃。シノ、シノさん、シノ大丈夫よ。ごめん、少し気分。そうだね、疲れているんじゃないかな。ほら行こう、横になった方がいいか。分かった、お願い。話が終わったら私も。すぐ、ゆきさん、私も手伝います。私も付き添うわ。さ、こっちに。仲間なら心配すべきだろうけど、事情は聞かないでおく。シノンちゃんは急に具合が悪。みんなありがとう。悪いけどキリト君、さっきの話だけど、 GGO の使用、そしてアミスフィアの性能から言っても。そうよ、 GGO は。だけど二人死んでいるんだよね。それもデスガンに撃たれた直後に。え、じゃあ何？でもどうやって？アミュス。だけどキリト君は可能性があると思っているんだよね。あくまでも万が一の可能性を考えてだ。俺、私はしばらく GGO を離れてもいいよ。ただし俺は調査があるから残るよ。でしょ？だから私も残ります。うん、キリト君一人残すわけないじゃない。その結論を出す前にデスガンの目的は何なのかが気になるな。今のところ有名プレイヤーをね。デスガンが大勢のプレイヤーの前で裁きとか特定の個人への恨みではな。そうだね、僕が見た時も。証拠はないけれどトッププレイヤー狙いの可能性が高い。キリト君、アスナ君、シノン君、セリスカ君に、ついでに僕もかな。そして君だ。驚くのも信じられないのも当たり前だよな。俺だって GG ゲーム内からの干渉で現実世界の人間の心臓を止めること、あくまで偶然の一致、それが俺の結論だ。でもデスガンの存在が気になる。音声の録音データだけ聞くことができたんだけど、デスガンからは本物の殺意を感じた。本物の、ねえ。今後のことはよく考えてほしい。俺はここで待っているから、結論が出たら教えてくれ。みんなも迷っているみたいだな。君が相談に乗ってあげてほしい。
僕の考え？さすがにデスガンに今すぐ襲われるわけではないだろうし、総督府前の広場で待って。ねえ、ちょっとどういう…それに、なんでキリトさんがそんな情報を知っているの？死の…わかってるわよ。ごめん。確かすごい人たちって、こういう時も違うのね。ううん、独り言。私は、GGO から離れたくない。デスガンが出てきたら、返り討ちにしてやるわ。だけど、あんたはアファシスの件もあって、顔が…無理に付き合えとは言わないわ。万が一、あんたが狙われたら、ありえないはずだけど。答えは出たかい？みんなの話も聞いてみてくれ。私がどうするか？だって、GGO で人が死ぬわけないもの。ソードアートオンライン事件の後、VR 関連の技術者、社会が VR を悪とみなし、否定する中で、絶対の安全、もう二度と、ソードアートオンラインのような悲劇を、もちろん、ソフトウェア面、ゲーム運営側も GGO だから、キリト君の懸念は理解できるけど、私は GGO、そうね、だから、GGO が安全、以前からただのゲーマーとは思っていなかったけど、おそらく彼は殺人事件にデスガン、つまり否定しながらも GGO で殺人が起こりうると、それでも冷静だし、自ら動いて事件を解明しようとしている。平和な日本で生きている、僕は平和な日本で生きている人間ではないからなんてね、冗談だよ。これでも人に裏切られて死にかけたり、だから上機嫌は人の話を鵜呑みにしすぎる。キリト君の話に戻そうか。僕はアスナ君たちの方に驚いたよ。死ぬ可能性を知っているようなのに、それでもキリト君と一緒にいることを選ぶなんて。ああ、キリト君のモテぶりを僻んでいるわけじゃないよ。アスナ君たちはね、死というものを認識し、彼女たちには信頼だけじゃない覚悟がある。その上でどうしたらそんな関係が作れるのだろう。そんな優しい目で見ないでくれ。僕は別に、そもそも信頼 100% の関係なんて、 GGO で殺人が起きるより、アスナ君たちはとても仲がいいけれど、絶対裏ではキリト君をめぐって彼でも、しばらく一緒にいるけど、そんな気配が全く。それにしても優しいな君は。冗談 50% 嘘 50% の僕の言葉に、今日君はきっと平和な国に生まれ、命の危険もない生活を送り、穏やかな日々を過ごしているのだろうね。僕はね、そんな世界には、しかし取れないブドウは酸っぱいだけかもしれない。ああ、ごめんごめん。何の話？僕は、デスガンなんか何とも思わない。ああいう毛質にとらわれただね。今は、キリト君やキ、話の結論まで、やたらかかったな。長話は、僕の悪い癖だ。君は、周りがどんな意見だから、なんてね。ただし、僕は、デスガンなんか何とも思わないとは言ったけど、GGO で殺人は、
そうか。みんな、GGO に残るのか。まあ、あくまでも万が一の可能性だか。ただ、デスガンはなんとなく嫌な感じがする。だからできるだけ、外に出るときは誰かと一緒に行動してほしい。君も、アスナやシノンたちを気にかけてくれると助かる。俺は当分、地道にデスガンの情報を集めることにする。奴のアバター名が分かれば、知り合いがザスカーに紹介してくれるんだけど、プライバシー機能で隠されているとな。あ、もし君たちがデスガンを見かけても、俺にメールをくれれば、すぐに行くから。ありがとう。俺も無理するつもりはないから心配しないでくれ。それに、みんなのログイン時間は攻略に当てて、夜中は情報収集をして。うん。平日の昼間に睡眠時間を確保できるから問題ない。ははっ。その辺はぼちぼちやるよ。あ、そうそう。アスナたちも全員変わらずログインするって言ってたよ。俺のお目付けもあるだろうけど、やっぱり攻略に参加したいみたい。デスガンへの警戒は必要だけど、みんなで SPC 振り受ける最速攻略を目指す。